夏真っ盛り、ハローキティチャンネル始まるよ。はい、もうすっかり夏ですね。みんなはどんな夏を過ごしていますか？恋に遊びに大忙しって人も、扇風機の前から離れられないよーって人も、まずは今日もキティの動画を開いてくれてありがとう。いろんな夏があると思うけど、キティにとっての夏といえばは金魚さんなんです。眺めていたらね、いつの間にか夕方だったってこともあるくらい、オールシーズン美しいのはもちろんなんだけど、やっぱり一番映える季節っていうのは夏なんですよね。風鈴の音を BGM に、波紋と一緒に揺れるあの朱色の模様を見ていると、はあ、あ、危ない危ない、ごめんなさい。キティちょっと夢中になると止まらなくなっちゃうところがあるなって、最近自分の動画を見返して気づいて、だから今回も自分に制約シリーズ、3分間時間をください。3分で金魚語りまとめてみせます。ハローキティチャンネル。なんでキティが金魚を大好きかっていうと、これはそんなに知られてないと思うんだけど、キティにできた生まれて初めての友達が金魚さんだったんですね。赤ちゃんの頃、ダニエルに出会う前からのお友達なんです。だからそんなお友達のことをもっと知りたいと思ったのが、金魚について詳しくなるきっかけだったんですね。まず金魚さんがどこから来たかってお話からさせていただきたいんですけど、金魚というのは中国のですね、南の方、西湖という大きな湖がありまして、そこにはたくさんの船が住んでいたんですね。その中にその赤く火のごとく燃えるような船を見たというのが金魚誕生の始まりであるとされています。そうして見つかった金魚さんが、なぜ赤いのに金魚という名前になったのかと言いますと、やはり金イコール富を象徴する、幸福を呼ぶ、富を呼ぶということで、金魚という風に命名されたようですね。まあ中国読みですとジーユイというんですね。はい、そんな金魚さんですが、日本の風物詩としてですね、もうかなり定着してます。それもいつ頃から定着したかというと、やはり江戸時代、太平の世の中になった江戸時代以降に文化に勤しむ余裕が出てきたと。まあそんな中で、やはり小さなね、命を大事にするなり、綺麗なものを愛でるというような、いわゆる粋だったり心意気の文化として根付いていったんですね。あ、もう半分ですか。はい、そうして江戸で人気になった金魚なんですが、観賞するための水槽が必要になってきますからね。当時はまだまだ竹の桶って言うんですかね、そういったものが主流だったんですけども、まあ鎖国されている江戸時代の中でも、唯一オランダと日本っていうのは貿易交渉がありまして、そのオランダからですね、ディアマンというガラスの技術が日本に輸入されて、それによって今まで上からしか見なかった観賞の仕方が、横見であったり下っていうんですかね、いわゆる下から見るか横から見るかですね。はい、そうして金魚は当時の小説や浮世絵なんかにも取り上げられていって、さらに人気が高まっていったんですね。はい、時間がないのでそろそろまとめに入りたいですね。その後もね、現在に至るまでに、例えば金魚へ金魚って言いながら桶を担いで、桶を振りながら金魚を普及する金魚織さんの登場だったり、話したいことはたくさんあるんですが、そうですね、金魚を見かけることも多くなる季節なので、金魚鑑賞のすすめというお話をもってまとめさせていただこうかな。金魚は今水槽で大体皆さん飼われますよね。そうすると揺らぎって言うんですかね、エアレーションのブクブクや水の揺らぎであったり、ひれのひらひらや優雅な泳ぎだったりをゆっくり見つめるというのは健康にもいいと研究されていたり